当時、帝都の空をかすめるどす黒い煙は、力強い生産の繁栄であり、国民こぞって持久戦に臨む、一糸乱れぬ統制ぶりなのであります。おい、飯だ。また食後の公演が楽しみだ。そうだとも、こうして俺たちはハンマー持ってるが、打ち下ろす一つ一つの響きの中に、国を愛する力がこもっているんだ。食事が済むと、鋼鉄の埃にまみれている屈強な職工たちは、襟を正して公演を待ちました。諸君、現在の帝国は、諸君の統一された国民精神と、祖国を愛する観念とによりまして、未所有の大戦を継続しております。ここにおいて、我々国民は、さらに十分なる覚悟と、確固たる信念を持ちまして、全世界、全人類、平和の大理想に向かって、戦場の使命を果たさなければならないのであります。公演はいよいよ好調に達していく、時もあれ。大空の果てに乱出せられる警報、大国空中艦隊の出動は何を語るか、戦争写真ステーションに殺到する国民の渦、ああ、小笠原島を去る600海里の洋上に、渦巻き起こるは有史以来の大海戦なのだ。水平線の彼方、未だかつて世界の科学者が想像だに許さない火薬の威力、天に窮する水柱、せっかくなる爆撃砲弾の命中は進める科学の本家であろう。この花ごとく洋上に狂い落ちる敵の航空機は、第8連合艦隊が1932年以来世界に占めて走行をしていた電波放射の建立すべき効果なのであります。されど北はベーリング海峡より、南はインド洋に至る攻防実に1万里、おお、守れ太平洋、そして全人類の悩みをされ、しかして全世界の謎を解け。